はい。ゴルフの楽しさを伝えるゴルフエヴァンジェリストのりょうです。アメリカ女子ツアーの第23戦になります。前衛女子オープンの初日の結果です。優勝賞金が発表になりましたよね。142万5000ドルだそうです。今、1ドル146円なので、2億1000万弱っていうことですね。しぶこちゃんが優勝した時は、あの、為替の影響もあるんで、あの時7000万ぐらいだったんですよね。しぶこちゃんが受け取ったのは。 なんか約3倍ぐらいになったんですけども。午前午後でかなり違ったでしょう。見た方は分かったと思うんですけども。ちょっとね、午前スタートの山下美桜ちゃん、渋子ちゃん、鈴木愛ちゃん、武田りおちゃん、エッティ、古江江香ちゃんに、ココナッツ、桜井ココナッツちゃん。この選手たちはかなり厳しかったと思います。で、ラウンドレポーターやってたのが、パエちゃんなんですよ。有村千恵ちゃんなんですよね。 いやー、ちょっと、かわいそうだなと思って。<laughs> ねえ。やっぱ、お子さん、産んだばっかりなのでね。ちょっと大変だなと思ったんですけど。いや、あの、寒いと。あの、運動してないじゃないですか。あの、ゴルフしてないんで、ラウンドレポーターですから。寒いんですよ。風が強すぎちゃって。で、風が強いんで、普通に立ってるだけでも大変。 体に力を入れてないと、まあ、体がもう、あの、吹っ飛ばされちゃいそうな風の強さ。で、しかもね、運動してないと、いうこともあって、で、あの、機械の調整、調子も悪いと。<laughs> 声が全然聞こえないと。風の音がゴーゴー入ってて、ね。全然ラウンドレポーターの、あの、レポートが入ってこないというっ、ね、て。 まあそんな感じだったんですけども、まあ簡単にね、まあお仕事をあのされてる方も多いと思うので、まあ一応ね、あの簡単なあの解説、まあ日本人選手すごい多かったのでね、簡単に言ってみたいと思います。まず最後まおちゃんから。最後まおちゃんは良かったですよ。はい。今日は5バーディーで1ダブルボギーがあったんですけど、3アンダーと。アンダーで回りました。もうアンダーが少ないのでね、アンダーで回ったらもう上位です。はい。 で、ちゃんももも良かったですよ。5バーディー、3ボギーの2アンダーと。いや、しぶこちゃんと回ったから、あのー、そんなにこう良くないかなと回ったんだけど。<laughs> いや、良かったですね。あまりこう、ね、風の強い時じゃなかったっていうのもあったでしょうしね。で、サクちゃんがね、頑張りました。サクちゃんもそんなに、まあ、 ユーネクストの映像は全然なかったですし、サクちゃんって結構球が高いので、風の影響を受けてしまうかなと思ったけど、そうでもなかったですね。まあ風がそんなに強くない時だったのかもしれない。映像はちょっとね、な,なかったですね。えっ、ー、と、5バーディー、4ボギーの1アンダー。もう1アンダーでも上々ですね。ほとんどの選手、アンダーで回ってませんからね。で、川崎遥ちゃんもあのキャディーさん、デイビッドさんが、 ここに打って、ここに打ってっていう指示が良かったのかもしれないですね。3ーバーディー、2ボギーと。もう1000回以上回ってる、あの、セントアンドリュースを回ってるキャディーさんですからね。このキャディーさんを起用したのはもう正解だったかもしれないですね。で、その次、佐久間朱里ちゃんも、まあ、2バーディー、2ボギーのイーブンで回りました。イーブンでも上位ですよ。もうひどかったんですよ、今日はね。<laughs> もう、 アンダーで回ったら本当に上々っていうラウンドでした。で、吉本ひかるちゃんも3バーディー、3ボギーのイーブンで回りましたよ。いや、よく頑張りましたね。なかなかこの <laughs> 映像に映ってくるシーンがなかったっていうのもあったんですけども。頑張ったと思いますよ。まあ、グリーンが大きいしね。まあ、佐久間しりちゃんもあの、言ってましたけど。 やっぱり経験がないと思うんですよ。あの大きなグリーンとか、グリーンの硬さとか、まあ、グリーンの硬さって言っても硬いんですけども、あの芝はね、その分ね、伸ばしたそうですよ。あの、伸ばしたっていうかね、水まいたり、あの、カットをする芝の量をね、まあ、あの、少なくして、まあ、伸ばした状態でプレイさせたりとかあったらしいですけどね。だから、午後の選手たちはちょっと、 芝が長くなってね、あの、ボコボコしてるところがあったかもしれないけども、それでもね、まあよく頑張ったと思います。で、川本ゆいか。川本くっかも、2バーディー、3ボギーの1オーバー、1オーバーでも上々だと思います。はい。で、その次、岩井明恵ちゃんは、2バーディー、4ボギーの2オーバーということでしたけれども、岩井明恵ちゃんがインタビューで言ってましたね。 あの、バーディー取れる気がしないですと。<laughs> それぐらい難しいと。まあ、そういう、あの、ところでちゃんとバーディーも取ったしね。一番のボギー、これ、あの、ダブルボギーになりそうだったんですよ。危なかったんですよ。あの、クリークに、あと30センチっていうね。 そういうショットがあったりね。危なかった。<laughs> あとちょっとでもクリークっていう、ギリギリのところで止まったりしてね。そういうのがあったりしましたけど。まあ、なんとか、あのー、2オーバーで収めましたよ。で、次が勝みなみちゃんですね。勝みなみちゃんも映ってこなかったけど、3バーディー、4ボギー、1ダブルボギーがあって、3オーバーと。まあ、こんな感じですよ。みんなこ、もう、あのー、ダブルボギーなんかすぐ来ちゃうと。 トリプルボギーなんかも結構あるんじゃないかって。そういうラウンドですね。で、その次は、エッティ行きましょう。エッティが、見てください。エッティでさえもこれです。午前、ね、あの、スタートになってしまうと、こういうことにな,なりかねないというね。エッティでさえも午前スタートになっちゃうと、こういう、3バーディ、3ボギー、1トリプルボギーがあってね。一発変なとこに行くとこうなります。 はい、それぐらい、もう、あの、どういう状況だったかはわかりませんけどね。まあそういう感じですね。人数多くてね、あの、ワウワウだったら日本人専用カメラっていうのはあるんですけど、UNEXT <laughs> はそれがないのでね。やっぱりどうしても、あの、映像を買ってるだけなんじゃないですかあの、UNEXT がカメラを回してるっていうわけじゃなくて。だから、ちょっとね、海外の試合は、 ユーネクストよりもワウワウの方がいいかなっていうのはありますよね。海外の選手いっぱい映してくれて、あの、強い選手のゴルフが見れるっていう良さもあるんだけどね。はい。日本人ばっかりっていうカメラをね、あの、ワウワウみたいにあるといいなというのを通説に感じましたね。はい。その次、佐藤優かちゃん行きましょう。佐藤優かちゃん、まあ、最初の10番でね、惜しい、あの、イーグルパッドがありましたけど、 あ10番じゃない、5番ですね。5番のパー5で、まあ、2オンしたんですよ、ここね。まあ、惜しくも、まあ、久しぶりに感情をあらわにしましたね。もう、あのパ、パパターをね、あの、地面に叩きつけるのを我慢するっていうようなシーンがありましたけどね。珍しく。3バーディー、6ボギーの3オーバーということでしたね。まだ3オーバー、4オーバー、5オーバー。 もう全然上位狙える位置に、あの、いると思います。まあ、あの、二日目がもう逆転しますしね。午前午後と。まあ、同じような環境になれば、同じようなことが起きると思うのでね。はい。で、その次、ナッサーですね。畑岡ナッサーちゃん。先週のスコティッシュより風が強い感じでしたから <laughs>。ナッサーね、まあ、今年8年目ですけどね。経験したことがない風ですと。 言っていたぐらい風強かったですね。午前スタートだとね。はい。大変だったと思います。2バーディー、3ボギー、1ダブルボギーと。ね。まあ前半でね、ダボが来ちゃって、まあ落としてしまったけど、なんとかね、バーディー取って盛り返しはしましたけどね。まあかなりちょっと厳しかったと思いますね。フォローの風だともう計算できなくて、もう思いのほかもうグリーンをオーバーしちゃうっていうところがあったりとか。 なかなか難しかったと思いますね。はい。そしてその次、鈴木愛ちゃんですけどもね、やっぱりリリアブーとはね、やっぱりもう全然違ったなといと、感じでしたけどね。はい。2バーディー、6ボギーの4オーバーですね。はい。まあでも4オーバーでも仕方ないかなっていう感じかな。やっぱりね、午前回るとね、仕方ないですよ、本当にね。 で、その次、山下美宇ちゃんはトップバッターで出ましたけどね。いやー、大変だったと思います。で、4バーディー取ったんですよ、それでもね。そんな中でも4バーディー取るっていうのはもう事前インタビューでもね、どこ打っていいかわかんないと。あの、ちゃんと練習ラウンド一回したけども、全然、あの、どこ打っていいかわかんないというのがあったりしてね。あの、隣のコース打っちゃったりね。 だって1番ホールと18番ホール、も本当に隣り合わせで、もう境目ないんですよ。だからもう、あの、フェアウェイの芝の色がちょっと違うっていうぐらいでね。あの、順目のね、ところが自分の今打つべきホールだなと思ったらいいぐらいの。もう境目ないんですよ。あの、1番と18番の、あの、境目に木がないんですよ。全く。もう平らなんですよ。あの、あの、芝の向きが違うっていうだけでね。 もう全然どこを打っていいか分かんないっていうね。まあ、ちょっとね、それでも4バーディー取ったのは大したもんだなと思いますね。4バーディー、6ボギー、1ダブルボギーの4オーバーですね。よく4つ取ったなと思います。はい。そして、岩井千里ちゃんも、まあ、セーフティーのなんとか我慢したっていう感じでしょうかね。1バーディー、5ボギーの4オーバーですね。はい。 まあまあ、一人で遠征っていうのもあったと思いますけど、まあ今回ね、二人ともね、アキエちゃんと回ったのでね、回ったっていうか、あの一緒のペアで回ったわけではないですけどね、一緒にスコットランドに来たっていうのは大きいかなと。まあ二人で一つかなというようなことを言っておりましたけどね。で、ちょっと期待してた武田り夫ちゃんですけども、3バーディー、6ボギー、1ダブルボギーの5オーバーです。 まあ、武田リオちゃんもね、ちょっと弾が高いので、風の影響があったのかなというのは印象ですね。ちょっと映像がなかったので残念ですけど、武田リオちゃんはちょっと映して欲しかったな。あの、ドライバーショットとかね、映して欲しかったなとかって思ったけどね、ダメでしたね。やっぱりね、人数多いとこういうことが起こりますね。多いと嬉しいんだけど、映る時間が少なくなるというね。はい。そして次が西村ゆなちゃんです。ゆなちゃんは、 えーまあ、10番からスタートしたんですけどね。1バーディー、3ボギー。1、あなんだっけプラス4なんて言うんだっけ <laughs> もう忘れちゃった <laughs>。プラス4ですよ。16番ね。プラス4です。はい。いやー、これがあって、6オーバーと。13番の長いパットね、あの、解説の岡本彩子さんが来たっていうくらい惜しいパットがあったりもしたんですけどね。 まあ、なかなか、あのー、ちょっと、ま、後半でやっとバーディー来たっていう、バーディーが遅すぎたっていう感じでしたけ,やけどね。<laughs> はい、もう口も回らなくなってきましたけど。<laughs> なんとかね、ゆらちゃんも挽回してほしいですね。ちょっとゆらちゃんには厳しい風だったと思いますけども。はい。で、しぶこちゃんですね。しぶこちゃん行きましょう。えしぶこちゃん10番からスタートしたんですけども、海に近い、 あの、一際もう風が強いっていう言われてる、もう11番のパー3ね。もうここでもボギー打って、12番でもボギー来てしまって、連続ボギースタートだったんですけども。まあちょっとチャンスホールかなっていう14、15を、もうショットでつけてね。もう2つともこう1メートルないぐらいにビタッとついて、連続バーで来てね、イーブンに戻したんですよ。ここでイーブンに戻したんだけども、 16番でね、まあ、手前からこうパターでね、まあ、土手をこう、スッとこう駆け上がるようなアプローチを見せたんですけども、これを、まあちょっと大きくオーバーさせてしまってパト、パーパットが決まらずにボギー打ったんですよ。で、17番ですよ、ここね。17番はちょっとあの名物ホールとも言われてますけどね、あの右側にあるオールドコース、このコースのホテルの 小屋の上を狙っていくっていうね。その小屋のところね。まあ壁とかに、もうみんながもうぶち当てた跡がいっぱい残ってるっていうあの小屋の上を T ショットで狙ったんですけど、練習ランドではうまく打ったんでしょうけど、プロアマー戦ではねえんな、あんなとこ打つのみたいな感じで言われてたみたいな、あの記事がありましたけど、ドローがちょっと強くかかってしまったらしくてね、左のラフいっちゃったんですよ。まあこれ打ってる時点で、 っていう風なことを言ってましたけど。で、あの、右奥のコンクリートの上に、まあ、セカンドショットこぼしちゃって。このコンクリートね、あの、救済ないんですよ。まあ、昨日も言いましたけどね。救済受けられない。普通ね、カート道とか救済受けられるんですけども、ここ救済ないんですよ。なので、コンクリートの上から撃たなきゃいけないと。で、風の影響もあったし、 アプローチとはいえね、アプローチとはいえ、あの、風の影響も強かったし、あとちょっとね、あの、ランがどれぐらい転がるかっていう計算もちょっと甘かったですね、と言っていた通りね。あの、そこからのアプローチ、土手でね、手前のこう、砂利のところに跳ね返されちゃって、で、4打目もね、ミスしても反対側まで行っちゃったんですよ。 まあ、ミスを取り返そうと、ね、あのー、その次の、あの、アプローチもしたんでしょうけどもね、今度はちょっと強く入りすぎちゃって、奥行っちゃってね、まあ、こぼれちゃったんですけど、な、なので、まあ、5オン2パッドでのトリプルボギーがあって、4オーバーまでここで落ちたんですよね。まあ、あこれで一回カットなりましたと <laughs>、言ってましたね。まあ、すぐ切り替えられたとは思うんですけども、やっぱり、あのー、 そう言う通りね、あの、一回カッとなっちゃうと体が反応してしまいますよね、やっぱりね。クソっていうのがね、あるとね。やっぱりこう、しぶこちゃん言うとりくんも気持ちとゴルフがもう平行ではなかったかなっていうあのコメントしてましたけど。いや、多分ね、か、一回カッとなってもう気持ちを切り替えられたと思い、思っていたんだけど、あの、そこまで切り替えられてなかったんじゃないかなと。 思いますよね。先週の危険もあったしね、頑張らなきゃ。まあ AIG がスポンサーになってくれてるこの大会ですからね。いやー、なんとか頑張らないとと。期待もされてるし、海外なのにね、あのー、しぼこちゃんのスポンサーになるっていうのはもうすごいことじゃないですか。まあそれでもね、なんとか頑張ろうとしたんですけども、まあその後半に入ってからの一番からの、あのー、プレーでもね、 まあ、8番とかでカップに蹴られたとかもありますけどね、不運もありましたけれども、今日は2バーディー、7ボギー、1トリプルボギーの8オーバーということでした。まあ、左股関節から全部にかけての痛みがあってね、先週、あの、先週じゃない、前回、あ,あ、先週か、先週棄権しましたから。まあ、それでもね、まあ、大丈夫です。元気です。というふうに本人は口では言ってました。あんまり関係ないですと。と 言ってたんですけども、それ以外の、あの、ものがすごく良くなかった。もうゴルフが良くなかったです。というふうな反省の仕方をしてましたけど、菅沼奈々ちゃんが調子を落としたのと同じことだと思います。菅沼奈々ちゃんも、あの、膝を痛めてね。それで、あの、左膝が痛くなくなってきて、あの、触れるようになってきたんだけれども、やっぱりね、日々の練習の中で、自然と変わってしまっている部分があった、 と思いますと言っていた通りね、調子を崩したのはそれなんですよ。で、それで、まあ今年全然良くないじゃないですか。まあ、シード権も取れないぐらいの、あの、ランキングまで下がっちゃったし、それもあったので、やっぱりぶこちゃんも知らず知らずに体が反応してね、その痛みが出たっていうのが、こう、やっぱり脳が覚えてますから、それでうまく打てないっていう現象が出てきてるんじゃないかなと。まあ、あまり、その、なんか、 痛みはないから大丈夫ですと言いつつもね、あの、脳がもう記憶してるんで、体が反応してしまうっていう現象が出てきて、まあ、終始もう何してるかわからないと、もう終始、あの、意識が飛んでましたというような、まあ、ひどいゴルフだったと反省しておりましたけども、やっぱりね、風の中、まあ、いいショットが打ててなかったっていうね、もう自分のことをね、まあ、すごく反省する、もう全然ダメだ。 自分を責めるような言い方しかしなかったですけども、その痛みがあるっていう、あの、記憶がね、あの悪さをして、松山くんも言ってた通りね、やっぱりピンを狙いたいっていう、この体が、あの、勝手に反応するっていう言い方をね、あの、この間してましたけど、それがあってのゴルフだったので、なかなかそんな簡単にはいかないだろうなっていうのは予想はしてたんですけどね、それでもなんとかしちゃう、 ねしぶこちゃんっていうのがいますから、なんとかしちゃう選手じゃないですか。な、まあ、ここまでね、なんか、左手が痛みがあったとしても、アンダーでも張ってきちゃったりとかね、あ、今まであったから、ちょっと期待してしまった部分はあるんですけども、それでもね、やっぱりね、二日目、なんとかビッグスコア出してね、やってくれるんじゃないかなっていうね、そういう、あの、思いが、ちょっとあったりもしますけどね。まあ、でも、痛みがなく、 でも、また再発してね、痛みが出てしまうっていう、あの練習の時に痛みが出たっていう、あれでもなんか無理したショットを打ったりしてるわけではなかったでしょうから。それもあるので、いつ痛みが出るかわからないという怖さもあるんでね。まあ、怪我だけはしないで、まあ、二日目も終えてほしいかなと思いますね。はい。で、えー、もう一人、桜井心コ奈コちゃん、ココナッツがね、 まあ練習ラウンドの時の映像 X で見ましたけど、本当大変だったみたいですよね。もうゴルフにならなかったと思いますけどね。桜井ココナちゃんは、1バーディー、9ボギー、1ダブルボギー。ということで、10オーバーですね。ちょっとココナッツには厳しい状況ではありますけどね。で、あの全体のスコアいってみましょう。まあ、最終的なね初日の結果です。 ね。チャーリー・ハマさんがね、頑張りましたね。5オーバー。まあ、午後スタートですからね。はい。ネリー・コルダも来てたし。まあ、イン・ルニーニンは、しぶこちゃんと一緒に回ったんだけど、一人旅でしたね。しぶこちゃんと一緒に回ったのに、もう、すごいですよ。おこれが、あの、やっぱり、メジャー取るココアという感じですかね。はい。まあ、リン・グラントはね、あまり良くなかったのにね。はい。頑張りましたよね。 はい。で、最後、まおちゃんが2打差の4位タイですね。リリアブも良かったし。まあ、ちゃんもももね,ね、2つ伸ばして点、えー、と10位タイということでね。え、こ、えー、桜井コ,コナちゃん、桜井これだよね。桜井ゃんが1、あの、川崎遥ちゃんと、シンジエ選手も頑張りましたよ。はい。リリアコもね、あの、ジョージアホールなんか9番ホール1ンオンしてましたからね。320ヤード。 ワンオンですよ。あの、岡本彩子さんがね、あの、バーディーパットですね、とかって言ってたんですけど、アナウンサーが遮ってね、いや、イーグルパットです。イーグルパット入ったーっつってね、言ってたんですけど、バーディーパットでしょうとか言ってね <laughs>、やり取りしてましたけど、岡本彩子さん長丁場で疲れたでしょうご年齢もあるのでね。あの、ワンオンです。320何ヤードかなこれワンオンしました。ジョージアホール。飛ばし屋っていうわけではないんだけど、 風でね、フォローの風になっちゃうと、こういうことが起こります。まあ、ふみんな、リディアコとかはね、あの、刻んでましたけど、まあ、ワンオンできるところは、ね、あるんで、もうここ、ね、短いイーグルパッド打ってましたけどね、もうこんなことが起こるような、もう全く、あの、距離が計算できないっていうところで、この4人は、アンダーで回りましたと、もう大したもんだなと <laughs>、思いましたね。お見それしましたという感じです。で、その次行ってみましょう。 はい。もうこれ全部ね、あの、抜いてないです。抜いてないっていうのは何か日本人選手だけを表記してないです。ここまでね。あの、3枚目はちょっとね、あの、飛ばしてある選手いますけど、あの、外国人選手、あの、飛ばしてないです。この、ここまでね、マヤ・スタークまで全部、あの、上から順番に表示させておりますので。だから、佐久間・朱里ちゃんも、あの、アッティア・ティティ君と同じイーブンで回りましたよね。まあ、G のティティンって、 あの、名前変わってますけどね。吉本ひかるちゃんも。アシュリー・ブハイもね、もう、あの、風とかもね、あの、強い選手ですけどなんとか、イーブン。もう、ヤニツェンもね、もう右側にいますけどね。もう、なんとか、頑張ってますね。ヤニツェンもね。川本ゆいかも、ヤニツェンと同じワンオーバーです。で、その次見てください。3枚目は、ちょっと日本人選手を入れるために、外国人選手をもう省いてあります。 けれどもね。かわいい、チェヘジンが2オーバーですね。ちょっとね、もうちょっと頑張ってほしいなと思いますけど、ね。<laughs> まあ、この3オーバー、4オーバー以降の人たちは、まあ、明日は多分午後スタートなので、まあ、映像にも映ってくる、あの、ところにいると思いますし、あとはね、伸ばして終えてほしいなと思いますよね。はい。いわゆるキ恵ちゃんで2オーバー48。 タイですね。さっそいかちゃん、63位タイ。で、あの、3位の選手は、3位じゃない。あの、3オーバーの選手ね。ナッサー、勝みなみちゃん、エッティですね。ここら辺。もう、アメリカツアーで頑張ってる選手たちも3オーバーですからね。はい。いや、でもな、3オーバーでよくとどめたなと思いますね。はい。あ、岩井さ里ちゃんら、 ですね。フォーオーバーグループ、鈴木愛ちゃん。山下美宇ちゃんはね、よく踏ん張り、踏ん張ったと思いますよ。もう経験のないセントアンドリュースをね、これで回れたっていうね、あの、トップスタートですからね、一番風の強かった時に回りましたからね。はい。で、調子のいいローレンコフリンでもフォーオーバーですよ。先週優勝。で、8月、まあその前の、あの時ですね。はい。 あの、ポートランドか。あ、ポートランドじゃないその前か。もう、あの、直近の3試合で2勝しているローレン・コフリンでも4オーバーですね。武田理ちゃんが99位。花グリーンと一緒ですね。まあ、ブルック・ヘンダーソンもここですからね。アリセン・コープスとか。ミンジー・リーも6オーバーですからね。さえっと、西村ゆなちゃんと同じです。で、しぶこちゃんは、まあ、前回のセントアンドリュースで優勝したステ,イリシステイシー・ルイスと。 一緒ですね。トオーバー。ココナッツは142体という出遅れですけどもね。もしかしたら挽回するかも。桜井ココナちゃんでも予選通過するかもしれないです。あの風の強かった、あのね、全米女子オープンとかもそうだったけど、まあ、アンダーで回る選手がほとんどいなかったという。もう、あの、風のこういう強い時に、あの、トップだった選手が翌週、あ翌日、 あの、た、例えばあの、予選通過までね、まあトップでしたと。4アンダーぐらいでトップでしたという選手が3日目10オーバーっていうことがあってね、あの、全然もうダメだったっていうようなことがよくあります。まあ初日にね、あのトップに立った選手が2日目、もう10何オーバーとか、もう9オーバーとかで予選落ちしましたなんていうこともよくあります。なのでね。 あの、桜井ココナちゃんまでも予選通過ね、あるかもしれないっていうのもあるので、ちょっとね、その辺をね、あの、ココナッツファンの方もね、諦めないでね、見てほしいなと。あの、渋子ちゃんファンの方が、まあ、ほとんどだと思うんですけど、この私の動画見る方って、渋子ちゃんファンがほとんどなのでね、他の選手応援してる方もね、見てくれてるんですけどね、渋子ちゃんファンの方も諦めずにね、応援していきましょうよ。 明日は、ちょっとご、あの、今日になっちゃうけどね。まあ、午後スタートですけどね。頑張って。まあ、日本ツアーも気にしながらね。見てほしいなと。韓国ツアーとかもね。あとね。あの、プロテスト。あの、アメリカのプロテスト。プロテストじゃないね。あの、予選会ですね。テストがあるの日本だけだから。旧スクールの一時もあるし、ステップアップツアーも今やってるし。まあ、もう、盛りだくさんですね。男子もやるし。 だからもう大変なんですけどね。まあ、できるだけお伝えできるように頑張っていきたいと思います。このチャンネルではこうしたプロの試合の解説の他にもね、いろいろな動画をアップしています。このチャンネルのアイコン、侍が100を切っているアイコンがありますけど、このアイコンをクリックすると、本の見出しみたいにね、いろんなテーマの動画をまとめてありますので、 試合の解説以外には他にも、まあ、100切りを目指す方の参考になるレッスン動画などを実際に自分で試した動画とかね、話のネタになる豆知識とかね、ランキングとか、まあ、他のツアーなんかもやってますのでね、解説。そういったのもありますので、よかったら見ていってください。まあ時間ないから後で見るよって方はね、とりあえずチャンネル登録だけしておいて後で見ていただければと思いますのでね、チャンネル登録っていう下のボタンをね、クリックしておいてください。 また <music> <music>